社民党福島水穂と左翼が大炎上。安倍元首相の国葬に抗議で。22日に首相官邸前にて、いわゆる左翼の皆様が、安倍元首相の国葬決定に抗議をしてしまいました。写真を見た印象では、いつものメンツだなと思ってしまいますが、その中で社民党の福島水穂さんが、何でも閣議決定でやれると思ったら大間違いだ。法的根拠がない。 憲法が保障する思想領主の自由に明確に反するなどと批判してしまい、大炎上してしまっております。また、いわゆる左翼の皆様が抗議に使われたプラカードの日本語、まあ、正確に言えば漢字がおかしいとの指摘も出てしまっておりますが、まず、今回の国葬の法的根拠は内閣府設置法です。さらに、思想領主の自由に関しては、 国民に喪に服することを強制せず、国葬自体も宗教とは一切関係ない形で行われますので、憲法上も問題ありません。これが問題だというのであれば、政府や自治体が行っている様々な慰霊祭が行えなくなってしまいます。このような状況ですので、反対理由に正当性はないと言わざるを得ません。まだ、 気に食わないから反対と言っていただいた方が理由としてはましだと思われますが、社民党などおかしな野党やいわゆる左翼の皆様には抗議するのは自由ではございますが、せめて道理にかなう形で行っていただき、これ以上ご遺族や国民の皆様の感情を逆なでするかのような暴言を図れないようにお願いいたします。 また、これまで、安倍元首相に対して事実に基づかない暴言を吐き続け、悪者のように扱ってしまったこと、さらに選挙妨害を半ば容認するかのような暴言を吐き続けたこと、事件の犯人とほとんど、うり二つの暴言を吐いていることなども反省していただき、同じような事件の原因とならないように、 自己批判をし、猛省していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。